唇がガサガサ。ピそこには何が待ってるの空と海が出会う。そうなん、唇が乾燥しちゃって脱水症状。いや、まあ私の場合はパックしてたんで、ふやけちゃって、皮がふやけちゃってめくれちゃってるという状態で、わざとめくれさせてるって感じ。新しい川へと思って太陽、スカイさん、ありがとう。トシさん、ジュージハート、ありがとうございます。わざとめくらさせてプルプルに、新しい唇の皮を出してプルプルってさせるため、カサカサよりプルプル。キッサメヤニミガサハタリガタ、さん、トシさん、ハートありがとう。シジュウシンノスケさん、いいよ、ありがとう。おー、なんだそのポン、ポンタコの、デロリーさんが、ブロリーみたいな、デロリーさんがこの弾けるやつ落ちてきてる。これ何？やばい、金魚がいっぱい。ジュージ鈴木さん、アロンドさん、金魚ありがとう。あー、花火だ、ほんとだ。鈴木さん、ありがとう、花火。ピッサハート、ありがとう。今日は13時からお昼配信するので、ふわふわ走りながら聞いてる。おっ、頑張ってる、頑張ってるよ。もう外に出てる時点で頑張ってる。
偉すぎな。プロポーション会議、完全復活、完全復活とまではいけないかもな。ちょっとまだ喉が不調って感じかな。あの歌は歌ったりするんですけど、ちょっと鼻声だったりとか、喉の違和感だったりとか咳が出たりっていうのはある。
笑うと。ちょっとあの整理の方法を変えましたんで、このカードケースでも大丈夫にします。でボックスのカードケースも欲しいけど、この今まで送ってくれたカードケースをまた送ってくださっても大丈夫だよ。いや、どっちでも整理、なんか見やすい。Thank you.
かなった。ありがとう。
広島公演。あら、そうなの？楽しんで。広島を堪能して帰って、焼きそば。喋ってて、なんか喋ってて寝られてたら、あーいやーってなるけど、そうじゃないから。寝たやつ気に寝なさい。それは一番ね。そう、ポケカの整理。
ああ、あともうちょい。できた。ここまで待った。カード整理するより部屋の掃除しろってだ。
るし。では皆さん、今日もありがとうございました。朝配信また1時から配信するので、ぜひ見に来てください。また後ほどお会いしましょう。13位、青いとじさん、12位、白団子さん、11位、天塚かでさん、10位、のおひれさん、9位、くるにしさん、8位、りっちゃん、7位、中ゆうさん、6位、むつきともみさん、5位、しゃにひがさん、4位、ぽんたん、ありがとう。ポケカお疲れ様、お昼まで焼きそば屋行ってます。焼きそば食べるんじゃない、いっぱいご飯食べなさい。そして第3位がモーさん、ありがとうございます。そして第2位がチーチー、早く本調子になるといいね、平井氏とても楽しい、ありがとう、本調子になれるように、気持ちは本調子だけどね。そして第1位はトシさんです。本日もありがとうございました。皆さんお疲れ様です。では皆さん、またお昼会いましょう。またね、おやすみ。バイバイ。付き合ってくれてありがとう。